こんにちは、あやです。今回の企画は新型オデッセイ始動のレビュー。住吉店さんにお邪魔しております。あ、いつもお世話になります。お世話になっております。やっと試乗ができるということなんで、あ、今回来てみました。はい、どう、明るいところで見るの初めてなんじゃないの。なんかさ、でかくない、うん、めっちゃでかいよな。あの時みたいよりでかく感じるんだけど。ちょっとドアミラの横並んでみてよ。え、めちゃめちゃでかくない。でかいよね。私がミクロマンみたいじゃん。いや、ほんとすごい大きい。身長も越してるもん、あやさんを。うん、やばいよ、でかいよ。しかもここも結構高めだよね。そうだね、うん、結構顔がしっかりある感じです ね。だいぶしっかりと印象に残る顔をしてます。はい、ここまで入ってたんだ。メッキのところがここに入り込んでる。本当だ。え、ちょっと気づかなかったわ。この上も光るようになってるから。見た見た。これはちょっと見てみましょうか。はい、お願いします。あ、あ、流れとる。めっちゃスムーズに流れてましたよ。あの、綺麗にね。なんていうの、なんか滑らかに。そう、つぶつぶじゃなくて、そうそう、シューって感じだね。そうそう、すごいいい感じです。でも結構細めだよね。細いね。結構グリル大きいよね。グリル大きいな。次はね、のりちゃん見た瞬間言ってたよね。そう、ホイールかっこいいんだ。めっちゃホイールかっこよくないですか。てかめちゃめちゃデザイン性が凝ってるなって思うよね、うん、私こういうさ、あの、まあ、なんていうの、ゴフンスポークじゃないけど、うん、こういう形のホイールが好きで、でもよく近づいたら、うん、ここにもね、スポークがあった。離れてみたら、ゴフンスポークに見えるんですね。ここがね、色が違うからね。そう、これはむちゃくちゃかっこいい。すごいね。もうなんかもう変えなくてもいいんじゃないかっていうレベルの、うん、ね、必要ないよね。これ何インチだ。これはですね、横浜18インチ。18インチか、いいな。225の5018ですね。なるほど。あ、長っ。長い、長いな。大きいね。カメラに入りきらんけど。おー、すごいすごい、めっちゃ長いです。これがね、はいはい、あ、噂の噂の魔法使いになれるやつですね。なるほど、やっていきますよ。うん、ふん、マジかー、やったじゃん。ありがとうございます。ここに魔法使い誕生でございます。魔法使い誕生。え、ちょっと乗ってみてよ、後ろ。あ、オッケー。あ、めっちゃふかふか。ちょっと乗れちゃうのって。え、やばー、なにこれ。怖くない？なんかあの、ほらスクイーズじゃないけど、あの、わかるわかる、気持ち、リラックスみたいなやつあるやん、うんうん、あれやん。めちゃめちゃさ、え、何これ、ふわふわだよね。何これ、すごい、もちもちふわふわ。ちょっとしっかり寄りかかってみてください。ヘッドレストの方もいい感じです。ほんとだ、なんだこれ。え、後ろの方がもしかしていい。これね、多分やっぱ2列目が一番座り心地いいんじゃない。はぁ、これはすごい。これはなんだ。これはここ、ここだね。あ、え、え、何これ、何これ、ちょっとどうなっとる、どうなっとる。え、行くよ、うん。え、何これ、何これ。え、痛い痛い。あ、全体動かすのこっちだ。え、この上の部分だけだ、うん、こう別体で動くんだ。あ、少しリクライニングかけてるけど、本読みたいなみたいな時はそこだけ上げるとか。あ、これは考えられて作られとるわ。すごいね、これすごい。3列目はないな。3列目は閉まってあるんですよ。閉まわれてるのか。でも閉まってあってさ、うん、今ってほら跳ね上げだったり、うん、いろんな形があるけど、こうやってフラットにしまえるってめちゃめちゃ優秀だと思うよね。いいよね。物がめっちゃ乗るってことだもんね、うん、ぱっと見分からんし、うん、え、高級車ですかこの車。こんだけでかいのに、え、やばい、4人乗車。これに一つ加えるとまたいい感じになるんですよ。お、何、見ててください。はい、お、足のリクライニングまでついている。だと、これでさ、はい、あ、めっちゃ下がる。
るじゃん。あれ？下がった下がった下がるやん下がるやん。めっちゃフラットになるやん。一番後ろまで行ってこれで。え、ちょっと下がりすぎじゃない？あ、これ限界。おお、すごいリラックスモードだね。すごいすごい。なんかレバーがありすぎてどれかわかんないけど。で、この頭だけを上げると、うん、あ、ほら。いいね。あ、すごいじゃん。すごいね、これ。うん、ちょっと寝てみ、寝てみ。うーん、おー、これさ。ね、頭の位置。これさ、あの、当たり前？ここだけこうやってバネみたいに上がんりょんが。え、どういうこと？座面が上がんりょんが。当たり前？これ。あー、上がってるね。え、これさ、普通の車は、下は変わらんことない。変わんない。下ここだけ倒れるよね。うん、でもそのおかげでなんか姿勢楽じゃない。めっちゃ楽。ああ、もうこれ最高。もう家の車にする。いいと思います。うん、電車も詰めちゃうわ。いいね、いいね。で、一旦閉めてみて。はっ、マジか、マスターじゃん。もう次のりちゃんだね。はーい。おっ、リアかっこいいな。このさ、うん、ライト、リアのライト、かっこよくない？かっこいい、面発光じゃん。ね、この光り方すごい好き。じゃあ、前の方も私テールランプすごい好きだったんやけど、うんうんうん、これもいいな。いいですね。この上は？上は？あ、ブレーキランプ？ブレーキじゃないの？おー、ブレーキ。え、待って、もう一回踏んで。おー、なるほどね。はい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 。オッケー、いいよ。あー、流れとる。はい、こんな感じですね。そうだ、これは EHV だから。そう。EHEV か。だから、走り、乗り心地もちょっと楽しみなんですよ。この後に試乗しますんでね。はい、じゃあ早速、試乗行ってみようかな。その前に、こっち側のドアでのりちゃんが魔法使いになれるかやってみたいと思います。はい。いくよ。のりですね。まあね、あ、伊達に目指しとるわけじゃない。あ、目指してたんですね。はい、じゃあ次閉めちゃってください。よし、いや、あ、もう掴んだね、これね。まあ私ともなればこんなもんよ。え、修行何年目ですか？うーん、10分短いよ。ちょっと足が長いもんだからちょっと調整するわ。よし。足が、ね、まだ笑ってんの。足が長いから。そうそう、足がでかいから。よし、今の音フィットと一緒だね。ね、でもこれはエンジンこっちのやな。パワースイッチか。そうだね、フィットはあっちなのにね。パーキングがこっちなんだって。これ最初に分かったからめっちゃ探すよね。いっぱい固まっとるよ、ここに。そう、スイッチ類ここ基本。まあまあまあ、ここって分かっとけば探さずには済むんかな。そう、いろんなところにスイッチ類が散らばってるよりは分かりやすいのかもしれないね。なるほど。よし、ではマイル。お、ん？ P じゃない、ドライブで今この状態だから。え、これはすごいね、カメラが全部についてる。ついてるね。とりあえず前進、はい、発進してみてください。めっちゃ滑らか。モーターで発進しとんかな。そうだね、一応原理的にはフィット4と同じはずだよね。でもフィット4よりモーターが大きいから、うん、そうそう、ちょっとパワフルなんじゃないの、うん、すごいね、めっちゃ前見えるよ。すごいね。よし、行きますよ。はい、お願いします。あ、めっちゃ滑らか。わあ、すごい見やすい。ここがめちゃめちゃ開放的ですね。広いです。へえ。え、このピラーとかどう？ピラーとかも、うん、太いようだけど意外と見えるし、ここの窓がしっかり役に立ってる、うん、そうだね、しっかり大きめの三角窓がある。そう、なんかさ、うん、昔っぽい車とかだととりあえずの三角窓だったりすることがあったけど、うんうんうん、これはもうしっかりここないと困っちゃうなっていうレベルでいいく見える、いいく見える。うん、結構、あ、なるほどね、本当だ、すごい見えるね。すごい見える。だから四角っていう感じがあんまりないね。うん、歩行者もバッチリよ、この角度で。うん。しかもこのサイドミラーもでかいからさ。
大きいね。大きい。あれもついとるし。そうそう、横来たらピピ教えてくれるやつ。うん。走り出し、どうです？私？うん。だってほら、のりちゃんすごくさ、うん、このハイブリッド車と普通のガソリン車と、うん、こう、スタートダッシュの乗り心地が違うって前言ってたじゃん。うん。どう？あのね、これエンジン音聞こえるからまだびっくりしないな。あー確かに、だから普通の車っぽい音だよね、うん、そう、これはわざと出してくれたのか何なのか分からんけど。確かに今日さ、ちょっと CHR 乗ったやん。うん、乗ったね。なんか死ぬほどびっくら声でさ発信の時にもびっくりしたいやつだよね。そうか、無音じゃないから、うん、なんかあんま抵抗ないかも。あとやっぱ音って大事なんだね。じゃあね、大事だね。これさ、うん、一応ハイブリッドで、うん、こうエンジンで動かしてるっていうかさ、直結で動かしてるわけじゃないじゃん、うん、そうだね。なのに、うん、このすごくエンジン音みたいなのがすごくしない、うん、結構聞こえる。だからさ、なんかこう普通のエンジンガソリン車みたいな感覚にすごくなるんだけど、うんうんうん、別に何の違和感もないけど、うん、エンジンで走っとるみたいに感じるってことだよね。そう、そうそうそう。でも多分パワー的にはかなりパワフルなんだと思うんだよね、うんうん、だ多分アクセルをあんまり踏んでないのにエンジン音がしっかり聞こえてしまうから、うん、あれみたいになるけど、多分もうちょっと踏み込めばしっかり走ってくれるんじゃないかなと思う。なるほど。何よりやっぱシートがいいよな。シートめちゃめちゃいいね。運転席もあのさっきのもちもちだし、もちふわのやつだね。ヘッドレストだけちょっとやっぱ後席の方がなんか、そうだね、耳があるもんね、いい感じがあるけど、でももうすごいいい。ちゃんとここにね、アームレストというかあるし、ね、これ2人分のやつ。いや私あるよ。え私あります。あ、じゃあ運転席用かな。でかくない？でかいけど。これって動かせるの？この運転席のアームレストって。あ、かけます？え壁動かせるよ。壁のようですね。あ、でもこの位置いいよ。あ、いい？もういいんじゃん。いや、使い方違うよとか言われそうだけど、私は結構いいと思います。これ、これ収納するようらしい。あげるよ。はい。あ、なくなった。そう、そしたらここに通路が、通路中間ね、まあできるっていう。なるほど。ことらしい。後ろにも一応移動とか真ん中ができるんだ。あ、でもさ、うん、ここにアームレストがあると、うんうん、下のこのシャッターの、これが車庫は使えない。車庫、車庫みたいじゃない？車庫みたい確かに。だからそこに収納しちゃった時はこれを畳んで、うんうん、こうしないといけない。こうしたら取りやすいね。取りやすいね。止まります。あ、ブレーキめちゃめちゃタイミング良かったけど、うん、ブレーキが、これもまたすごくさ、なんかハイブリッドって私の偏見かもしれないんだけど、うん、すごい軽踏みでもグッと効いちゃうっていうイメージがあるのに、うんうんうん、これは結構スーッといい感じで、その急激なグッがないブレーキの効き方、扱いやすい。そう、素直な感じで私が好きな感じのブレーキですね。フィットはそう、最初に運転した時にもうびっくりするぐらい、うん、え、私急ブレーキかけたみたいな感じだったんだけど、確かに確かに、これは結構その本当に踏んだら踏んだ分だけ止まってくれるみたいな、うんうんうん、その今までの感覚で運転できる感じがすごくいいね。なるほど。タッチパネルなんだよね。そう、タッチパネル。これそう、タッチだよね。ボタンじゃないからね。ボタンじゃない、浮き出てるところがないよね。しかもここのデザインすごいよね。すごい。なんかあの、このエアコンのこの調節かと思いきや、これはそうだ収納なんですね。しかもちゃんとライトついてるし。そう、これいいよね。すごいよね。で、この木目、ね、おしゃれで、高級感ありますね。しかし、ピアノブラック、そう、ピアノブラックって高級感って品がよくっていいんだけど、うん、私とのりちゃんの共通点ね、この指紋がめちゃめちゃつきやすいっていうところで、ちょっとそこがね、よく手が触るところはやめてほしい。そうなの。ドアノブとか、うん、その辺に使ってもらうと、あの
いっぱい証拠を残してしまうっていうね、触ったね。そうなの、もう掃除大変だよね、毎日毎日拭かなあかんよ。そう、気づくとあーってなるんだよね、うん、この純正ナビもなんかいい感じだね。この大きいよね、まず大きい、何インチなんだろう、何インチなんだろうね。そこまでダッシュボードから張り出さずに、うん、上の部分もいい感じの高さで、うん、そうだね、ここと合ってるよね。そうそうそう、ここと高さが合ってるからさ、うん、ほんと目線ちょっとこっちにずらすだけ。そうだよね、そこまで、うん、なんていうの、わざわざナビを見るみたいな感じがなくてすごくいいよね。いやー、オートホールドあるね、ブレーキホールド、あー便利だね、めちゃめちゃ便利、最高。ここにね、さっきのパーキングの上にあるんだけど、うん、うん、本当だ、あるね。センシングがついてる、前進みましたよって教えてくれましたね。これさ、うん、この EV モードってさ、お、これ、うん、こんなん初めて見た。これって、あの、使えるのかな。今、見て、いくよ、オン、お、お、使える使える。ちょっと走りが変わるから。変わるのかな、ちょっと走ってみてよ。やばい、そういうの鈍いんだよな。あれ、なんか私が嫌なやつだこれ。え、なになに、エンジンの音がしないんだ。 EV だと、うん、あの多分本当にこのエンジンかかってないからエンジン音もしないし、うん、しない、その本当にモーターのヒューンとか、うん、語彙力ちょっと足りないけどヒューンって音がするよね。完全に電気自動車みたいに、そうそうそう、走ってる、すごい静かな音で、うん、なってるから、それが違和感ある人にはちょっと慣れないかもしれないね最初。ひぃだってエンジン動いてない。走り心地とか変わらないですか、あの加速の感じは。変わんない、別に。ああ、私的にはあんまり変わんない。あー、まあでも快適な車だね。うん、大きさもさ、うん、やっぱ広いし、うん、外が大きくって、今は中もしっかり大きいじゃん。うん、これはね、天井も意外と高いよね。高い、空間、車内空間はすごい大きいけど、大きい、その実際運転しとって別にこう、なんだろう、すごい不便があるみたいな大きさではない。ないね、だって、うん、ハイエース私運転したじゃん、キャンピングカーもそうだったけど、うん、それよりちょっとちっちゃいかなぐらいじゃない。だから、まあ、ちっちゃいのはちっちゃいな。まあ普通に、あのキャンピングカーとかハイエースも難なく運転できる大きさだったから、うんうん、幅的には、うん、だから全然これもいい感じに運転できるサイズ感、いいじゃないですか、めちゃめちゃいい。ファミリー層とかにめちゃめちゃ人気なんじゃないのかな。独身でも買っていいですか。いいと思います。ありがとうございます。じゃあもらって帰りますね。え、ダメです。はい、試乗終わりました。はい、どうだったですか。めちゃめちゃ快適で、うん、乗ってて楽しい感じの車でも、うん、なんかハイブリッドだからもっとハイブリッド、うん、ハイブリッドしてるのと思ってたんだけど、うん、分かるかな。エンジン音が結構しっかり聞こえて、うん、まあ、あと擬人なのか分かんないんだけど、すごいエンジンで走ってますよみたいな音が聞こえるから、うん、あんまり EV 感は伝わってこなかったけど、うん、でも乗っててすごくパワフルだったし乗りやすかったと思います。いいですね、めちゃめちゃいい。だって室内空間も広かったしさ、うん、よかった、よかった。シートは、うん、私はリア の, あのセカンドシートに比べるとちょっとね、フワフワ度が減ってるかな、あの少ないかなって運転席は思ったけど。あ、そうなのよ。でも乗り心地はめちゃめちゃいいシートだった。うん、のりちゃん的にはどうでした。いや、私はほなけんやっぱもうちょっとね、欲しくなっちゃうぐらい。でもさ、自分で買ったら自分は運転するんだよ。え、じゃあセカンドじゃないよ。時給3000円でどう、あやさん。あ、いいですか。あ、時給3000円結構もらって、しかものりちゃん運転させいいんですかねっていうことで、はい、この車、うん、試乗したいなって思う方はお近くのホンダカーズ東海の店舗にお問い合わせください、はい。そうするとね、この車いつもどこどこにあるよっていうわけじゃなくって、うん、いろんな店舗を回ってるみたいなので、はい、あの近くのところに連絡してどこどこにありますよとか今うちにありますよっていうのを確認してから試乗の方
予約取ってみてください。はい、お願いします。お願いします。またね、他の車もいろいろ試乗動画とか撮れたら、うん、また撮りたいなと思うので、はい、今後動画の方もお楽しみください。はい、お楽しみに。じゃあねー。